よろしくお願いします。今日 C に行きます。はい、わかりました、はい、緊張で冷や汗が止まらない大勢いる感じがね、あれなのであればあんまり右側見ない方がいいかもしれません。稽古の時みたいにぶっ通しでやることはありません。あ、そうなんですね、はい、なのであの次こっからここまでやりましょう、こっからここまでやりましょうみたいな感じで一個一個ちょっとお願いをしていくので、はい、これが今一応見てる。お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。よろしくお願いします。では本番いきます。2-1トラック1お願いします。ギャー、はい。生まれたてのことに話してくれるか。あんなに小さいってひどく飛んでるな。おい、え、話してくれよ。何を？あ、僕のところのこと。私はちょっと10年ちょっと前ぐらいからこう病気の影響でちょっと外出が難しくてこう家でできる仕事を探していて、ネットでその織姫を使ってカフェの店員をやらないかっていう、こう募集の記事が上がっていて、でこう家にいながらなおかつこのカフェの店員としてこう人とこう接することのできるお仕事だったので、やっぱりそういうお仕事内容がすごく魅力的で応募しました。はい。そんなの非論理的だな。最後にいなくなるっていうなら、どうして初めに一番大きくて次第に小さくなって消えていくっていうふうにならないのかな。本当にどこでもドアみたいにこう織姫に入ったらもうその場にこう自分がワープしたような気持ちになるので、今入る時はやっぱり毎回ワクワクします。見つけられなくなってしまった。その朝に王様が王様になったそうだ。少々お待ちください。はい、カメラが目の前にありますよ。そうなんです。カメラ見ないように見ないようにしてお船の方しか見ないようにしてそれでいいと思います。藤野さんが買っちゃった本の題名をもう一度教えてください。うる覚えなんですけど、なるべくこれあんまり本当は僕が神様と過ごした日、多分この作者の方がお子さんが3人いるんですよ。それの物語みたいな、お父さんってこんな大変なんだみたいなのが分かって、そうなんですね。これかな、王様が終わったら読みます。藤野さん、撮影の期間中にその小さな小さな王様 の、 この原作を書いた方の本を全部読んだとか、藤野さんから見えてるのって織姫なんですけど、ちゃんとこう裁判として扱ってくれて王様としてこう演じてくださったので、そういったのもすごく嬉しくて、こうそうですね、こう楽しくてすごく勉強になりました。してることあるのかい。それから年を取るにつれ何を学んでいくんだい。生まれた時か、まあほとんど何でも知っているな。はい、カット、ありがとうございます。綺麗ですね、海が。素晴らしい天気、恵まれてる。おはようございます。おはようございます見ました、海。す
すごい綺麗ですね。あ、ね、30分ぐらいずっと見させてもらってました。あ、そうなんですね。じゃあ頭からテストしていきます。はい、お願いします。王様のセリフから、よー、はい。ほっほー、なんと素晴らしい。静かにしてろったら。あの店は仕立て屋さんだよ。僕らの体に合った洋服を作ってくれるんだ。ロボットっていうよりかはちゃんと人とコミュニケーションを取ってるなっていう感じが毎回してて、さやさんと掛け合いをしていく中で、だん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 こう自分の中でも僕がうまくできてきてるなっていうのもあるし、さやさんもさやさんの中で私と掛け合いをしていく中で、王様がどんどんさやさんの中で王様像がまた違う風に出来上がってきてるんだなっていうのを感じてると、やり取りしててとても楽しいです毎回。で、さやさんちょっとまたあの動きの相談をしてもいいですか。はい、はい、大丈夫です。ほっほーな、ほっほーのところ、あのパタパタやりましょうか。はい、ほっほー。本当にさやさんは本当にそこにいるし、それが何でなのかなっていうのをまあずっと考えてはいたんですけど、普通にリモートでこう話すコミュニケーションを取るときに、本来そのそがれてしまうような言葉じゃない部分の、なんかこう誰に注目しているとか、なんか誰の言葉を聞いているのかとか、あとどう感じているのかみたいな、なんかその間合いとか、あの目線も含めて、織姫を通じてさやさんのその話している感じっていうものがこう結構思ってた以上にこうストレートに伝わってきたっていうのがあったので、そこは本当にびっくりしましたね。はい、なる前に一度読んでいて、でこうその頃は、あ、なんか哲学的でちょっと難しいお話、大人の童話みたいで素敵だなっていう感じで、こうなんだろう、そこまでこう自分に重ね合わせて読むことはなかったんですけど、こう発言してこう読んで、またこう今回王様を演じることになって読んで、こう読むたびにこう新しい発見があるというか、台本とかもいただいて何回も何回も読んで、最初に分かったつもりで言ったことがこう、ね、撮影の最終日とかに読んでもまた新しく、あ、なんかこういう見方があるんだとか、その読む時によってこう感じる部分がすごく違うっていうのは、すごくなんかこういい作品だなと思います。ちょっと恥ずかしいですね。すみません。そうなんですね。目指されるんですね。せーの。はい。はい、あ、おでこが。ありがとうございます。で、さやちゃんそこで見てて。はい、わかりました。ありがとうございました。では、いきます。頑張る。よー。はい。はい、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。 OK です。さえさんと、藤野さん、このカットで、さえさんと、藤野涼子さん、前編終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。私自身こう外に出られない期間がすごく長かった時に、やっぱりこう自分の心をこう保ったり救ってくれるのって、なんかそういう物語だったりお芝居だったり音楽だったりって、そういったものだったので、今回この小さな小さな王様が
今健康な方とかにもコロナとかの影響で外に出られなかったりとか、そういった日々が続いているので、そういうなんか生活の中で少しでもなんか心の栄養というか、少しこう心が温まるような気持ちになって見ていただける作品になれば嬉しいなと思います。